おはようございます。幹事社読売新聞の記者と申します。2点あります。1点目は緊急事態宣言についてです。安倍総理が本日夕方にもその7都府県に対して緊急事態宣言を出す見通しです。これを受けて、まあ、経済産業省としてどんな対応をしていくのか、お聞かせください。もう1点は緊急経済対策です。これも本日午後の臨時閣議で正式に決まる見通しです。足元では中小企業の資金繰りですとか、依然品薄が続くマスクの増産支援など課題を山積しているかと思いますけれども、経済産業省としてはどういった対策を打ち出していくお考えなのか教えてください。はい、まず今日の緊急事態宣言は、発出する予定だという前提で、安倍総理からは本日7都府県に対して緊急事態宣言を行うこと、その際海外のような都市封鎖はせず、経済社会活動を可能な限り維持しながら感染拡大を防止することという方針が示されたと承知をしております。まずは感染拡大の防止、重症化の防止が最優先。ご不便をおかけしますけれども、不要不急の外出の自粛等に最大限の協力をお願いをしたいと思っております。経済産業省としては、生活必需物資の製造流通小売りに係る企業に事業の継続を要請するなど、国民の安定的な生活の確保に必要な機能が維持されるよう全力で取り組むとともに、電力、ガスなどライフラインの確保に万全を期してまいりたいと思っております。これまでもトイレットペーパーであるとか、ティッシュペーパーであるとか、いろんな生活必需物資、必需品のに対応してやり取りはしてきましたけど、さらに体制を強化して、製造、物流、そして流通、小売りの消費者に届く現場も含めて、しっかりと注視をしてまいりたいと思っております。とりわけ生活に密着しているスーパーなどで品切れが多発すると、国民の不安が煽られる傾向にあります。これらの状況については丁寧な把握に努めるとともに、事業者と連携しつつ、物流の増強や広報対策など必要な対応を迅速に取っていく所存でありまして、また消費者の方にも冷静な購買活動、購買行動ということを呼びかけてまいりたいと思っております。2点目、緊急経済対策ということで本日まとめられる見通しであります。日本経済にとって現状を乗り切って、そして将来再び確かな成長軌道へと回復させていくためには、雇用の維持と事業の継続が最重要課題と認識をしております。今回の対策では第一に、政府系金融機関で実施している無利子無担保かつ最大5年間の元本据え置きの融資を民間の金融機関にも拡大をしてまいりたいと思っております。これずっと検討しておりました。政府系金融機関だけではどうしても窓口が強化をするといっても絶対的に数が少ないということもありますし、そういったことでスピーディーに届くべきところに届かないということも起きていると思いますし、起きる可能性も今後もあるということで、民間金融機関に支援をしながら、そういった同様の対策ができるようにということで拡大をいたします。第二に、極めて厳しい状況にある中堅中小企業等に200万円、そして個人事業者には100万円の現金給付を行う制度を創設をいたします。これも7回にわたるヒアリングも通じていろんなお話をしてまいりました。そういった中で、融資と保証だけではなかなかやはり蒸発してしまった需要を取り返せないと、取り戻せないというようなお話もありましたし、そこに何ができるかということで、給付という異例のことで形ではありますけれども、しっかりと給付をしていきたい、ということで、まずは固定費等の数ヶ月分がそれで支払いの足しにしていただければということだと思っております。今までも納税猶予であるとか社会保険料の
納付猶予であるとかという形で手元にキャッシュが残る形のものもやってまいりましたけど、それと合わせてこういう給付を通じてしっかりと支援をしてまいりたいと思っております。またマスクや消毒液の品薄状態が継続していることを踏まえて、これらの生産設備の導入補助を拡充するほか、感染の拡大に備えて人工呼吸器や鼻がんの増産を促進をしてまいります。これは産業界にまあしっかり今までも文書で働きかけておりますが、まあ本日産業経済界の代表を呼んでまた要請をさせていただきたいとまあ思っております。マスクもこれまで13件増産体制の補助金が出ているわけですけれども、まるっきり関係ないとこばかりではなくてですね、シャープがやってますけど、これクリーンルームがあるんですね。衛生面でのしっかりした土台があって、そしてシャープの親会社である台湾の鴻海もマスクの製造も行っているという技術的な裏付けもあって、まあ、そういったお手伝いをいただいている。またマスクにかかる部材であるとか、耳の紐であるとか、ゴムですね、そういったものもお手伝いをするということと、今は防護服、そして人工呼吸器、まあ手を挙げてくれる企業で、まあ、とにかく増産を図っていくということで、まあ、正式な呼びかけをしてきているわけですけれども、さらにまた今日呼びかけをしてまいりたいと思っております。以上です。朝日新聞の野口です。はい。おはようございます。おはようございます。資源エネルギー庁の幹部らによる虚偽公文書作成の件でお尋ねさせていただきます。今回の問題の悪質性についてですね、今日教えてください。大臣3日の会議会見、先週金曜日の会見で、本件事案を警視庁に報告したことについてこうおっしゃいました。刑法犯との関係を指摘される可能性がある事案は事の経緯を問わずに警察に報告している。そもそも刑法犯との関係を指摘される事案を警察に報告される目的というものは何なのか、それを知っていただいた上で、2日にですね、経産省は国会に対して過去3年間の警察への報告事案について説明をしていて、この説明の中ではですね、今回のその NHO の事案が唯一、経産省職員が組織的に関わった事案であるかのように、見えますが、これは事の経緯で言うならば、重い事案なのではないか、そこの評価、改めてお伺いします。刑事訴訟法では犯罪があると資料するときは告発をしなければならないとされております。今回の事例は事実と異なる日に決裁をしたと取り繕った手続き面に問題はありますけれども、意見聴取を全く行わず文書上ででっち上げて行う、意見聴取の内容を書き換えたり不適切な形に歪めるといった行為は行われていないと判断をいたします。こうした点や、この前も申し上げましたけど、他の事例、後で申し上げますけれども、総合的に見た際に、刑法犯が成立する蓋然性は低いと考えて、告発を行うことは考えていないということであります。先ほどありました、その他の事例ということでありますけれども、これにつきましては、まあ、今回のような不適切な行政手続きを行った事例について、経産省の過去の処分事例や、他省庁の処分事例を参考にしております。この中には懲戒処分の指針に公文書関係が追加された平成30年9月以降の事例も含まれております。経産省の過去の処分事例の中では、これはちょっと古いかもしれませんが、平成24年に19件の起案決裁において自分の次の決裁者と同盟の印鑑を使い押印をし、次の決裁者が決裁したように見せかける事案があり、戒告処分としております。他省庁の事例では、平成30年9月以降の事例として、内容が一切架空の文書をでっち上げ、手続きを事務手続きを進めた、複数回にわたり決裁が必要な手続きについて不適切な取り扱いをしたといった事例がそれぞれあり、減給処分となっております。まあ、今回の事案は意見聴取を全く行わず、文書上ででっち上げを行う、意見聴取の内容を書き換えたり不適切に歪めるといった行為は行われていないこと、
そして1回のみであることを考慮し、減給処分の事例と比較すれば、一段軽い処分が相当と判断をし、戒告処分にしたものであります。そしてもう1点、経産省が国会に今提出した資料についての、今、質問がございました。経産省が独自で把握した刑法犯との関係が指摘される可能性がある案件は、従前から前広に警察に報告がなされております。過去3年程度の間では、主職員にかかるものが3件、補助事業者等にかかるものが複数件あったということでありまして、悪質性の程度によって報告するか否かを決めているものではなくて、前広に大体のほとんどの件は警察に報告をしているということであります。この多分資料はもうお持ちなんだと思いますけれども、先週理事会に提出をした資料でのお話だと思っておりますけれども、それに対する見解は以上であります。理事会にご報告された内容の中で、その報告事案のことの経緯でいくならば、今回の件は軽いものなんですか、重いものなんですか。私どもは刑法犯が成立する蓋然性は低いと考えております。もう一点だけ、今のお話少し、ございましたが、その業務改善命令や意見聴取の内容を書き換える不適切といえる行為は行われていないというふうにご説明をされていますが、嘘の日程を書いた、嘘の日程を書いた公文書を作成することは、これは不適切ではないんですか、それとも適切というふうにご判断される。不適切な手続きだと考えております。不適切だというふうに。不適切な手続きだと考えております。不適切な手続き。なるほど。新聞の記事も拝見をいたしました。いろんな意見があることも十分承知しております。世間の思いが厳しいことも私自身も承知しております。引用された前に公文書管理委員会の委員をされていた弁護士の先生も、私も存じ上げて大変厳しい先生であることも承知しておりますし、言われることもよく分かるところもありますので、しっかりそういったご意見を踏まえて、今後再発防止に最善の注意を払ってまいりたいと思っているということであります。最後です。すみません。福島県の福島民友新聞の桑田と申します。よろしくお願いいたします。昨日開かれましたアルプス処理水の意見聴取会についてお伺いいたします。昨日 の初めての意見聴取会では、福島県の自治体の方や漁業の方々からですね、風評被害に対する具体的な対策を早く示していただきたいというお話とともに、漁業関係者や林業関係者の方々からは、海洋放出に関しては反対という意見が示されました。このような1回目の意見聴取ですけど、それまでどのように受け止めていらっしゃるかお考えを聞かせてください。昨日いただいたご意見につきましては、私も報告を受けております。それぞれのお立場から真剣に思いを語っていただき、それぞれの思いというものが私にも伝わってきております。今後の検討に貴重なご示唆をいただいたと認識をしております。引き続きしっかりと幅広い関係者のご意見を伺っていきたいと思います。他方、汚染水が毎日発生をしているわけであります。実際の処分には準備等に2年程度を要することを踏まれば、いかなるその方策を取るにも、このいつまでも方針を決めずには先送りはできないと思っております。というのは、例えば陸上保管で他のところにタンクを作るということについても、サイト以外であれば手続きが必要になるわけであります。これは他に移送をするとか海洋放出をするとか、そういう場合と同じように、例えば今度は一つ増えて輸送の方法に関する認可であるとか、輸送先でのその貯蔵するためのタンクの認可であるとか、そういうことも含めて、そう時間がなくなっているということなんですけれども、そういったことも踏まえながら、スケジュールありきではないと言いながらも、なかなかその難しい部分もありますけれども、皆さんのご意見を伺った上で、最善の方法を選んでいく努力をしてまいりたいと思っております。コロナウイルスへの感染症に必要な対策を講じた上で、昨日は行ったということでありますが、国として責任を持って結論を出してまいりたいと思っております。
すみません。補足でもう一点お伺いいたします。来週13日に2回目の同じ意見を聞く会が設定をされまして、福島県内の業界団体や自治体、沿岸部の自治体については一通り、昨日とですね、来週をもって各団体の代表者の方々から意見を聞く機会を設けたことになるかと思います。それで今後ですね、一般の県民の方から意見を聞く機会や福島県外の方から意見を聞く機会についてはどのように考えていらっしゃいますか。次回以降の開催については万全の体制を整った上でご意見を伺う場を実施をしてまいりたいと思っております。まずはその当事者、しかもかなりの関係性というか利害関係がある方ということで、福島県、今現状福島県に置かれてますから、福島県の方のご意見をまずは聞きたいということで、1回目2回目と聞かせてまいただきます。その次についてもまた次回発表をしながら、状況を見ながら発表をしながら開催をしてまいりたいと思いますし、できるだけ多くの方に直接間接的にお話を聞いていただきたい。今回もネットで放映をさせていただきましたけれども、そういったことも含めていろんなご意見もいただきたいと思っておりますし、できる限りの皆さんのご意見は生かしながら対応っていうか対策も考えてまいりたいと思っております。確認で、はい、共同通信の太田です。はい、今日はその緊急事態宣言が出されるという中でも、うん、来週やはり開催するというお考えなんです。その東京一円では緊急事態宣言が出る、うん、で福島側で受け入れる側だったり、福島も発生してますけど、福島側も受け入れたりそこで集まったりということに対しては負担とかあると思うんですけど、今現在でですね、経済産業省で行っている会議とか審議会なんかの開催っていうのもやっぱり当日になって形を変えたり、また延期にしたりっていうこともありますし、我々の出張とかそういったものも東京から行くことに対して嫌がる方もおいでになることも含めていろんな配慮をしなくちゃならないと思っております。ですから来週の件についても今検討、必ずやるということではなくて今検討しているということでご理解をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。